はい、どうも、チアズの会です。皆さんご機嫌うるわしゅうございますでしょうか。今月も始まってまいりました。カイムカップ、あ、もう噛んだ。カイパックむくってよっていうシリーズのね、モダンマスターズ編。今回3パック買ってまいりましたが、今まで使ってるのが4万3000円で、今回1パックなんと1600円してます。高い。4800円使ったので4万7800円、合計使用してますが、いまだに回収してるのは1万7300円ということで、かなり厳しい企画になっております。それでですね、今回ですね、ちょっとだいぶ動画出すの遅れたんですけど、僕モダマスを探すためにね、なんと8店舗巡る羽目になってしまいました。ついにモダマスも手に入らなくなってきております。偶然ね、手に入ったお店で、あとどれぐらいありますかって言ったら、もうハーフボックスないですっていうことで、モダマスもついに全然手に入ってこなくなりましたので、そろそろちょっとこの企画も危ぶまれるので、早々に終わらせていきたいなと思っております。はい、それではね、ちょっと1パック目からちょっとカードを触るのが久しぶりなんで、開け方は汚いですが、よろしくお願いしますね。はい、盗まれた計画からガンガンいきますよ。これ昔初めてフォイルが当たったのがこれでした。結構嬉しかったですね。銀次会の結集、これラブニカですね。これもラブニカいいですね。はいはい、ドルイドの講話から、かじりつくゾンビ、静かな夜には腐りかけたそいつの歯が骨にゴリゴリとかじりつく音が聞こえてくるって、かじりつくゾンビですからね、そのままだと思います。はい、次行きたいと思います。マーカーですね、これもよく使われてましたね。優雅な優雅、優雅多い。はい、一問、スペルピアス最近よく出ますね。スペルピアスが欲しいわけじゃないので、そろそろどうにかしてほしいと思います。次、はい、これも結構好き。次、はいはいはい、アンコモン入りました。アンコモン入りました。あー、可愛い系女子ね、可愛い系女子。大学生になるとね、いますよね、ちょっとこういう、なんていうんですかね、サブカルに触れる子ね、サブカル方面にちょっと振り切っちゃう子たまにいますよね。はい、次いきます。お、あー、懐かしいな、これもちょっとだけ疲れてたな。はい、次、次いきます。 R なので目がないですね。あるなので目がないです。まあ、次が一番重要って言っちゃうね、あれですから。はい、 C なので目がないです。奴隷使い。この子は多分50円ぐらいなんじゃないかな。50円ぐらいなんだと思う。そう思うとね、ちょっとパチンコ的な要素がかなり強いですよね。1000円は今僕の1600円は今の20秒ぐらいで座れたわけですから、かなりパチンコ。最近はですね、何やってるかというと、まあ、ちょっと海外に行ってることがよくありましてですね、1月の最終週もちょっとアメリカに行ってたので、まあちょっと最近だと、次はね、しばらくは国内にいるので動画ちょこちょこ出していこうと思いますので、お願いします。5月にですね、ゴールデンウィークにベトナムに行くことになりましたので、ベトナムですね、ゴールデンウィーク中だったんですけど、往復で航空券が7万円と、まあ、燃油サーチャージ含んでないのでもうちょっとかかるかと思いますけど、まあ、7万円ぐらいで行けてですね、現地ではそんなにお金使うことないですから、そう思ったらかなり、よいしょ、ゴールデンウィーク中をね、遊ぶには十分なスペックなんじゃないかなと思いますので、皆さんもね、東南アジア行ける間に行った方がいいと思いますよ。東南アジア僕最近よく行ってるんですけど、東南アジア行くとですね、なんていうんですか、生活賃金がめちゃくちゃ低いので、月3万円ぐらいあれば暮らせるんですよね。そういったところに行くと、なんで日本にいるんだろうと思ったりもします。サプリンクの検討をし、はい、おー、悪くない悪くない。次、悪い。はい、次、3万の5が強。はいはい、頼む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 、のーちゃん。何枚目だ。次次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 、あんこもんだったらもうちょっとあるだろう。いやもうね、当たる気が本当にしてこなくなりましたね。まあ元から当たる気はしてないんですけど、ちょっとこの3ヶ月間ぐらいは潮の極みのが、一番今までで
出てて高いんで、ゲームの達人に学ぼう。今まで一番出てて高いのがあれですもんね、何でしたっけ、沸騰する証拠か、沸騰する証拠が今まで一番高いんで、そろそろ出てもねいいと思うんですけどね、何かしらね。それぐらい使ってますよ、4万円以上使ってますからね僕ね、お願いしますね。今回で4万7千何歩使うんで、4万7千あったらね、あとちょっとでもベトナム行けますからね、ゴールデンウィークにね僕ね、それぐらいの価格になりますから、今回で4800円、今年入って7800円使ってます。7800円ねあったらね、 JD と飲めますよ、 JD と1回飲めますよ、安いお店でトリキーおごってあげるよみたいなことできますからね。はい、次行きましょう。はいはいはい、はい、印鑑からの21、はい、魔女、はい、おー、3万の3円ライフリンク、もうここでやめますか、動画一回もう見たくなくなってきましたね。お願いします、本当にお願いします、いきます。 RR 生物34のーちゃんな気がする。はい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 、まあまあなんじゃないでしょうかと思ったけど、まあ200円ぐらいなのでね、今回は全部めくって大体400円ぐらいかな、400円ぐらい出たんじゃないですかね。きつい。鉄の木の拳か。4800円あったらね、シールドできますよ。シールドとドラフトやってね、まあ、それで勝てばね、パックもらえますからね、いっぱいね。そうやって動画作った方が僕の場合結構いけるんじゃないかな。何でもダマス向いてるんだろうって最近すごく悩むことがあります。固定費で言うとね、毎月3000円引かれてるっていう計算ですから、毎月3000円吸われるっていうイベントはなかなかないと思うんですよね。いますか、そんなイベント。社会的なカツアゲですからね、もうねこれね。はい、ということで、今月分も終わりました。帰ってきたのは250円とか300円ぐらいなんで、1万7600円ぐらい使った金額は4万7800円と、来月で5万円を超えます。はい、ということでね、こんなもう暗いムードになっててもしょうがないので、ですね、リミテッド用のね、動画1本作ってますので、そちらご参照いただいて、ドミナリアぐらいからねまたガンガン動画作っていけたらいいかなと思いますので、あとはドラフトとねシールド、根幹強についてちょっとダラッとなんかうだうだ言ってみる動画も作ってます。そちらもね、ぜひともご見ていただければなと思います。